遊星王子2021主演の日賀野翔です。そうですね、僕もともとやっぱちっちゃい頃からこう戦隊ものとかそのヒーローものっていうのをよく見ていたんですね。でそれこそこう近所のお兄ちゃんとかと見てたりとか、家で毎週日曜日にやってたので朝から録画してもらって見てたりとかしてたんですけど、こうあの頃ってこう夢の人だったんですよ。やっぱヒーローって子供のヒーローってやっぱ憧れの存在で、僕の中でこうかっこいいでも憧れ、別に自分がなれるとは思ってなくて純粋にかっこいいヒーローなだけだったんですけど、やっぱこういう仕事をさせていただくようになって、そういうヒーローっていうものを演じることの意味を分かって、こう僕らがこう何かを演じることによってその感動が届けれるんだなっていうのをすごい感じたんですね。でやっぱ自分がこのヒーローっていうものを演じるってなった時に、まあこう顔が出ててちょっと面白いヒーローではあるんですけど、ビジュアルはでもやっぱりヒーローには変わりなくて、そういう意味ではこう僕が子供の頃に思ったあの純粋な嬉しさだったりとか、あのかっこよさ憧れっていうものをこの遊星王子を見ていただいて、2021見ていただいて、こう何かこうまたそれを今の子供たちが感じてもらえれば、こう僕的には嬉しいなっていう、そういう意味でもやっぱ僕が今度伝えれる側になったんだなっていうのがすごく嬉しくて、そのヒーローのお話っていうのもやっぱ最初こういただいた時はやっぱ嬉しかったですね。ああそうですね、なんかなんて言うんだろう、こう僕が子供だったらなんだよこのヒーロー全然かっこよくないじゃんって思われるかもしれないんですけど、でもこうストーリー的にこう見ていった時にダサかっこいいというか、かっこ悪さの中のかっこよさって多分あると思うんですよね。でもやっぱ子供だと分かんない子もちろんいるとは思うんですけど、なんかそこを感じてもらえれば一番嬉しいのかなって。で監督もやっぱり言ってたのは、そのダサくていいんだよと、ただ一生懸命そのまっすぐでその守るものを守るって、それがヒーローなんだよっていうのをやっぱおっしゃってくれて、あなるほどなと思って、だから僕はこう全力でふざけることもしたし、やっぱ顔も出てるんでもうまんまなんですよね。なんですけどこうふざけることであったりとかそういうことも含めて、これもヒーローなのかなっていうふうに思って、なのでそんなにこうダサいからっていうのは僕の中では実はあまりなくて、これは一種のヒーローであって、これはこういう見せ方があって面白いなっていうのはすごい感じたので、もちろんちっちゃい頃に見てたそういうヒーローとはねちょっと違うんですけど、でもこのヒーローもヒーローで僕の中ではありだなっていうのはすごい感じましたね。そうですね、結構やっぱその今おっしゃってた通りやっぱさっぱりしてる方なので、こうなんかそれってやっぱ本人の性格とお芝居にもやっぱ多少は影響するもので、この演じていたやっぱ役柄的にもこうもともとは僕ではなくて、そのアイデアのコウスケ君が好きで、こうちゃんこうちゃんなんですけど、顔が似てるっていう理由でまずは一目惚れをして、そっからこう入るんですけど、でもなんかこうやっぱこう接してるうちに感情が多分湧いていって好きになっちゃうってことだと思う。好きって多分その好きとまたちょっと違った好き、ラブではなくてライクというかっていう感覚を持ったキャラクター、人間像だったので、キャラクターがなので本人のそのある意味さっぱりしているところとか、結構本当に裏でその楽屋側というか裏側でも結構さっぱりしている方なので、そのもちろんその空き時間にちょっと同じ共演者何人かと喋ってたりはするんですけど、わりかしそういう意味でも淡々としてる子であって、ただ自分がこうなんていうんだろう、例えば何かができなかったり納得できなかったりするとやっぱりなんでですかっていう、その曲げない心の強さっていうものはあるので、そういう意味ではすごくこう役柄とマッチしていたのかなっていうのはすごい感じていて、そういうところがすごく出ていたではないかなと思いますね。はい、そうですね、結構あの子役の子もいたんですけど、その家族のシーンとかであのパン屋の前でこう戯れると言いますか、結構あのわちゃわちゃするシーンがあるんですけど、子役の子がねこう平君っていうんですけど、平君がこうちょっと笑っちゃったりしてこう NG が連発した時があったんですよ。そういう時とかは結構ねお姉ちゃんらしくほらちゃんとやるよっていうのかと思いきや、逆に一緒になって笑っちゃうタイプなんで、そう小田さんもなんでね、収集がつかなくなるんですよ後半になるにつれて。なんで結構そういう意味ではこう監督も別にだからって怒るわけではないので、逆にそれでこうだん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 とこう輪ができたというか、家族の空気感ってよりできたなっていうのはすごい感じたんで、
なんか良かったですね、そういう意味では。だからコメディならではというか、その締めるシーンはもちろん締まるんですけど、締めるんですけど、それ以外のシーンはわりかしほんわか優しい空気なので、全体的にそういう意味ではすごい良かったですね、はい。基本的にはこう本当に純粋に楽しんで演じさせていただいたんですけど、あの唯一こう MP5 星雲っていうその宇宙から、あのよその星から来てるので、最初こう言葉がわからないんですよね。ん？それは何ですか？みたいな感じの会話が多いんですけど、どこまで行こうっていう、やっぱりそのさじ加減も監督もいい意味でこう適当でいいよっていう、そのいい意味で今自分でやっちゃってって感じなんで、どこまでわからなくしようかなとか、その違う星から来てるんだけど、例えばじゃあなんだ、寝るとは何ですかっていうセリフもあるんですけど、寝るって言葉は知らないけど、じゃあなんだろうな、じゃあお風呂って言葉知ってるのかなとか、例えばなんかそういうどこまで知らない手にしようかなっていうのはちょっと悩んだんですけど、それ以外は基本的にこのキャラクターとか、その幽星王子のこのなんとかですよみたいな、こういうちょっと癖をわざと入れてるんですけど、ここは僕なりのもうインスピレーションで監督と最初に話をさせていただいて作らせていただきましたね。僕は逆にあの、僕はあんな感じじゃなくて、僕はあの割かしね、あの変なやつなんで、あの変なやつなんで、あのちょっとあの目立ちたがりではないので、もう笑いとかもほんと静かだし、なんかあの真逆ですね、こんななんか人前で何とかですとか言えないし、僕このお仕事してなかったら多分僕本当にあの人間に会いたくない人なんで謎なことを言ってるんですけど、すいません、あのスイッチを仕事というか役者ってなるといけるんですけど、普段全然あれなんで、そういう意味では王子像は多分僕の中では僕ではなくて、やっぱ僕結構役作りする段階でこうイメージを最初に演出家さんなり監督さんなりと話をさせていただいて、作って台本いただいて、そこでセリフを落とし込んで、その中で揉んで言葉を発するので、そういう意味で最初に持ってった時に監督にこの方向っていうので OK だったので、完全に僕比嘉の章というよりはもう僕の中の王子像ですかね、これは笑い方も含めて。なので素の僕が出てるっていうのは基本はあまりないですね、多分ほぼ。あれはですね、わざとなんです実は。あの王子は野球を基本やったことがないので、あの監督とまあ話をしたんですけど、あのこのなんていうんですか、グローブでこう掴むっていうのを慣れてないので、投げたらすぐ剛速球になっちゃうっていうのもある。なんでこう取れないんですよね、基本は。なんで取れなくていいよ、逆に綺麗に取れちゃうとおかしいよねっていうあれがあったんで、僕の中で。なんでしかもこの王子の、まあ、この手袋してるんですけど、まあ、これ皮膚と言ってるんですね、王子は全身、まあ、全裸なんですよ今。全裸なのであのグローブをはめる場合は手袋を取ってグローブではなく、手袋の上にグローブなんですよ。入らないんですよ一切グローブが。なのでもうほぼ入ってないんで、そりゃ掴めないのもあるんですけど、基本はあれはもうもともと演出通りの掴めないでねっていう。なんでポロポロ言ってこうやって、なんそうですよね、そう、お父さんの話したりとか、僕的には結構あのシーンは好きなシーンですね。すごい食べました。もう撮影中に僕何個食べた、20個以上食べたんじゃないかなぐらい。結構食べましたよ。出てくるシーンはね、3シーンとか4シーンぐらいなんですけど、だいぶ監督がちょっと楽しくなっちゃったらしくて、もっと行っちゃってみたいな、いやもっとでも喋れよみたいになるんですけど、結構生かされまして、アンパンは僕自身はもうまあ、嫌いではないんですけど、こしあん派なので、最初にあの粒あんだったんですよ。であのプロデューサーの方とかに「どっち好き?」って言われて「すいません、こしあんなんです」って言ったらこしあんになってまして、ほんとすいませんと思いながら食べていて、ほんと美味しかったです。僕やっぱ何か今のこのご時世にない作品だと思っていて、この「幽星王子2021」が、その今って多分もっと映像もすごいこだわれて、逆に CG ももっとすごいこだわれて、衣装も何て言うんですか、そのこういうスーツにしろ何にしろ、だけどあえてのこの古さというか、このいい意味で、監督とも言ってるんですけど、いい意味でのダサさ、その B 級感っていうのをあえて前面に出して、この2021年令和の時代にっていうので、もう僕はそういうの大好きなんで、もう絶対面白いじゃないですかっていうので、こうああいうオープニングも含めて、もうあの
昔ながらのリズムと表紙と、あれがもう本当僕的にはもうツボなんですけど、なんかそういう意味ではもうこれはなんて言うんだろうな、は見る人が見たらハマるよなってやっぱ思いますね。そうですね、もう先ほども話した通り、やはりこの昔ながらの古き良きヒーロー感というか、昔って言ってもさらに昔、もう本当に初期の頃のヒーロー、この良さを存分に生かして、それでもやっぱり今のこの令和っていう新しい時代の良さも取り入れていて、昔ながらの良さも残しつつっていう作品だと思うので、ある意味本当に僕は新しい作品だと思っているので、このなかなか普段こういった特撮といいますか、こういうヒーローもの見ないよっていう方でもコメディだからこそ楽しめる部分ももちろんあるので、そういった面でもたくさんの方にぜひ見ていただきたいですし、僕が小さい頃にヒーローを見て抱いた感情を何かね、こう見た人が感じてもらえれば、僕ら演者にとっては本当に幸せなことなので、ぜひともそういった面を楽しみに見ていただければ嬉しく思います。ぜひとも皆様ご覧ください。待ってます。